電力会社とは電力を供給または発電する事業を主要な収益源としている会社である。日本では2015年に平成27年6月24日法律第47号によって電気事業法の一部が改正され2016年4月1日からの電力の小売全面自由化に合わせて改正された電気事業法が同日施行された。これにより 改正前の旧第2条第1項第10号に規定されていた電気事業者である一般電気事業者、卸電気事業者、特定電気事業者及び特定規模電気事業者の名称は法律上廃止され、新法第2条第1項第17号によって電気事業者は小売電気事業者、一般送配電事業者、送電事業者、特定送配電事業者及び 発電事業者と規定された。日本各地では中小の電力会社の設立が相次いだ。しかし、関東大震災を機に電力会社の統合が進み、五大電力会社と呼ばれた東京電灯、東方電力、大道電力、宇治川、電気、日本電力の5社にほぼ修練していった。しかし、1939年の 戦時国家体制によりこれらの電力会社は特殊法人の日本発送電と関連する旧、配電会社に統合された。現在、電気事業連合会加盟の電力会社のうち、沖縄電力を除く旧社はこの日本発送電が元になっている。なお、沖縄電力が電気事業連合会に加盟したのは2000年3月である。戦後の占領政策において、 日本初送電の独占状態が問題視されたことから、電気事業再編精神議会が発足し、同会長の松永安左衛門が GHQ を直接説得し、国会決議より効力が強い GHQ、ポツダム政令として、電気事業再編精神議会の全委員の反対を押し切る形で、旧電力会社への事業再編が実現された。年、 旧電力会社は電気事業連合会を設立した。一方、1952年9月には電源開発が発足した。沖縄電力は、米軍統治下の1954年2月に、琉球列島前国民政府の出資で発足した琉球電力公社を、1972年5月の沖縄本土復帰に伴って沖縄県が発足するに及び、 国と県が出資する特殊法人として再編したものである。このためかつては沖、電を除く旧社を電力旧社と呼んでいた。現在では沖縄電力は民営化され電気事業連合会に加盟している。1995年、世界的な規制緩和の流れを受けた電気事業法改正に伴う電力自由化により電力会社に卸電力を供給する。 独立系発電事業者の参入が可能になり、また大型ビル群など、特定の地点を対象とした小売供給が、特定電気事業者に認められた。これにより、異業種からの電気事業への参入が相次いだ。電気事業者の作成する財務諸表は、一般の事業会社に適用される、企業会計原則に加えて、電気事業会計規則に準拠して作成される。 具体的な相違点としては、対借対象表において、流動性配列法に変えて固定性配列法が採用されるなどである。一般送配電事業者の送配電区域、北海道電力ネットワーク、東北電力ネットワーク、東京電力、パワーグリッド、中部電力、パワーグリッド、北陸電力送配電、関西電力送配電、中国電力ネットワーク、 四国電力送配電、九州電力送配電、沖縄電力2016年4月1日からの電力の小売全面自由化に合わせて改正された電気事業法が同日施行され、電気事業者は小売電気事業者、一般送配電事業者、送電事業者、特定送配電事業者及び発電事業者となった。後日の旧一般電気事業者である電力会社は 2016年4月1日に持ち株会社体制へ移行した東京電力を除き、同日時点では小売電気事業、一般送配電事業、発電事業の3事業を経営する小売電気事業者、一般送配電事業者、発電事業者を経営していた。東京電力は持ち株会社である東京電力ホールディングスに社名変更し、子会社である 東京電力エナジーパートナー、東京電力パワーグリッド、東京電力フュエールパワーが、それぞれ小売電気事業、一般送配電事業、燃料、火力発電事業を承継した。そして2020年4月1日より、沖縄電力を除く8電力会社の一般送配電事業部門は、各地域ごとに設立された一般送配電事業者各社に分社化された。 小売電気事業を営むには、電気事業法第2条の2の規定により、経済産業大臣による登録が必要である。資源エネルギー庁の登録小売電気事業者一覧によると2020年12月28日現在、計698事業者である。一般送配電事業を営むには、電気事業法第3条の規定により、経済産業大臣の許可が必要である。 旧法規定の旧一般電気事業者である10、電力会社の送電、配電部門にあたる事業である。2020年4月現在、北海道電力ネットワーク、東北電力ネットワーク、東京電力、パワーグリッド、中部電力、パワーグリッド、北陸電力送配電、関西電力送配電、中国電力ネットワーク、四国電力送配電、九州電力送配電、 沖縄電力の重事業者である。送電事業を営むには、電気事業法第27条の4の規定により、経済産業大臣の許可が必要である。送電事業とは、自らが維持し、及び運用する、送電用の電気工作物により、一般送配電事業者に振り替え供給を行う事業である。資源エネルギー庁の送配電事業者一覧によると、送電事業者は、 以下の三者である。特定送配電事業を営むには、電気事業法第27条の13の規定により、経済産業大臣に届け出が必要である。特定送配電事業とは、旧法の特定電気事業者の送電部門や自衛船供給を行っている、特定規模電気事業者の送配電部門等にあたる事業である。資源エネルギー上の 登録特定送配電事業者一覧によると2020年12月28日現在以下の計31事業者である。発電事業を営むには電気事業法第27条の27の規定により経済産業大臣に届け出が必要である。資源エネルギー庁の登録発電事業者一覧によると2020年11月30日時点で 電気事業法等の一部を改正する法律の不足の規定に基づき発電事業届出書の提出をしたと、みなされる17事業者を含めて、計942事業者である。一般の需要者に電力を供給する事業者。一般電気事業者に電力を供給する事業者のうち、合計200万キロワット調の発電設備を有する事業者。一般電気事業者と10年以上。 1 0 0 0ット超の供給契約か5年以上10万キロワット超の供給契約を交わしている事業者。電気事業法上の電気事業者ではない独立系発電事業者とも言う。旧みなしおろし電気事業者、みなしおろし電気事業者としての扱いは2010年3月で終了し4月以降はおろし供給事業者として扱われている。 卸供給事業者の基準に満たない事業者。電気事業法上の一般用電気工作物や自家用電気工作物に該当する発電設備を設置し、一般電気事業者や特定規模電気事業者へ売電を行っている。限定された区域に対し、自営の発電設備や電線路を用いて電力供給を行う事業者。諏訪赤十字病院及び、 介護老人保健施設に供給していたスワエネルギーサービスは2011年6月に廃止した PPS とも呼ばれる特別高圧、高圧受電による契約電力5 0ット以上の需要化へ一般電気事業者が管理する送電線を通じて小売りを行う事業者2012年3月枝野幸男経済産業大臣の意向により通称を 新電力に改めた。特定規模電気事業者は、電気事業法施行規則等の一部改正に伴う経過措置として規定されている。以前は、電気料金の急騰防止並びに安定供給の観点から、経済産業省や消費者庁の指導によりこれらの事業者に対して、前期の契約電力に満たない一般家庭等への売電は認められていなかったが、 2016年4月1日以降、電力の完全自由化に伴い、関係省庁への届けで、登録により、一般家庭等への売電が可能になっている。一般電気事業者も、同様の条件にて、供給区域外への電力供給が可能である。以下は、特定規模電気事業者としての資格を有する事業者である。以下は、マンション一括受電サービスを提供する事業者である。 電気事業法上の電気事業者ではない。構成費の推移2015年度における電気、事業連合会加盟の電力会社と、卸電気事業者の発電電力量構成費は、以下の通り、太字は一番割合が大きいものを表す。なお、電気事業連合会の資料に載っていない、電源開発及び原子力発電が100%の、日本原子力発電は省略している。 すべての事業者において火力発電の割合が最大となっている。九州の電力は原子力発電に対する割合が1割。また北陸電力は水力発電の割合が電力会社では一番多い。関西電力において少なくとも1972年から18年間にわたり歴代内閣総理大臣に対し、 原発推進などの目的で多額の政治献金が行われてきた実態が2014年に同社元副社長の内藤千織の証言により明らかになった。自民党の政治団体国民政治協会の政治資金収支報告書を2007年から2009年まで精査すると原発を持たない沖縄電力を除き全国級電力会社の役員のべ912人が 同協会に合計1億1567万円の献金をしている。また、この3年間、電力労組から民主党議員、関連団体へ多額の政治献金がなされている。経済産業省は、旧通商産業省時代から半世紀近くもほぼ切れ間なく、東京電力などの電力会社への甘下りを行っている。日本の代表的な電力会社である、 東京電力については、1962年に石原武雄元次官が東電の取締役に就任し、副社長などを歴任したのが始まり、その後も増田実元資源エネルギー庁長,長官、川崎博史元資源エネルギー庁次長、白川進元資源エネルギー庁次長といった調子で、ほぼ切れ目なく天下りで取締役のポストを得てきた。 その結果、東電6人の副社長ポストのうち1人分は、計算書 OB の指定席などとみなされる始末だった。このような甘下りによる癒着は、東京電力に限らず、他の電力会社でも起きているという。本来、原子力発電の安全性を審査する役目を担う、はずの組織として、原子力安全、保安院が存在してはいるが、この保安院は、 経済産業省の下部組織であるので、上部組織の経産省が天下りによって、電力会社と癒着したことで、原子力安全、保安院の機能も損なわれてきたとみなされている。2011年に行われた経済産業省の調査によると、経済産業省から電力会社への天下りが、過去50年間で68人あったとの調査結果を発表した。このうちの13人は、 現在も、顧問や役員などの肩書きで勤務しているために、監督官庁である、経産省とのこのような緊密な関係は、原子力発電所の安全基準のチェックを甘くさせるなどの弊害などがあるとも指摘されている。この調査では、経産省の現職員で、再就職先で、常勤の役員か顧問だった人物を対象とされた。2001から2011年の間、 電力会社の社員が臨時職員として官庁に採用されてきた。内訳は内閣官房12人、内閣府15人、文科省9人。また、東電を含む電力会社7社、日本原子力発電、日本原燃、IHI、日本原子力産業協会、電力中央研究所に在職したまま、内閣府、経産省、文科省に採用された。 非常勤の公務員は102人に上る。2016年4月電力小売り完全自由化後の2018年9月30日まで、電力の購入先を新電力へ変更した、契約件数は約489万件となった。自由化から2年半の2018年12月14日、経済産業省の発表によると622万件。 新電力への切り替えが12%を超えた。ありがとうございます。